ディーコン・ホワイト、ジェームズ・ローリー・ホワイト、ジェームズ・ローリー・ディーキン・ホワイト、1847年12月7日から1939年7月7日は、アメリカ合衆国ニューヨーク州ケイトン出身のプロ、野球選手、内野手、捕手、右投げ左打ち。アメリカのプロ野球リーグ誕生から20年間選手として、活躍、ナショナルアソシエーション時代を含め首位打者2回。 最多打点を3回獲得したホワイトは1868年にクリーブランドのフォレストシティベースボールクラブにプロの選手として所属し、主に保守を務めていた。所属するフォレストシティクラブは、1871年にナショナルアソシエーションが創設された31年目からリーグに参加し、ホワイトは1871年と1872年に、 それぞれ3割を超える打率を残したが、チームは成績が芳しくなく2年でリーグを脱退し破綻する。翌1873年には、ハリー・ライトの誘いで、ボストン・レト・ストッキングス、ゲン・アトランタ・ブレーブスに参加、3年目にリーグ最多の77打点と、390の打率を記録、また1875年にはリーグ最高打率となる。 367を記録するなど、ボストンのリーグ連覇を牽引する役割を担った。1876年にナショナルリーグが設立された年には、1年間シカゴホワイトストッキングス、現、カブスに参加、アルバートスポルディングや、キャップ・アンソン、ロスバーンズらと共に、ナショナルリーグ初代優勝の立役者の一人となる。この年ホワイトは、リーグ最多の60打点を挙げ、 ナショナルリーグの初代、打点王にもなった。翌1877年は、ボストンに復帰し、同年打率。387、アンダー数103、打点49、サン・ルイ・ダス11の4つの部門で、リーグトップとなる成績を残し、ここでも、ボストンを、リーグ優勝に導いた。その後は、新シシティに3年間、バッファローに5年間在籍し、 1885年オフに、バッファローが解散した際7000ドルの金銭と引き換えに、ダンブローザー・アスラ4選手、当時、ビッグ、ホーとこれていたとともに、デトロイト・ウルバリンズに移籍した。大幅に補強されたウルバリンズは1887年に、ナショナルリーグ優勝を飾ったが、翌1888年に、年俸高騰などの理由から、球団はホワイトラ選手の所有権を、 一方的にピッツバーグ、現、パイレーツに売り渡すなどした。ホワイトはこれに異議を唱えて長い間法廷で争ったが、結局は翌1889年のピッツバーグ、現、パイレーツでのプレーを強要されることになった。1890年に42歳で、プレイヤーズリーグに参加122試合に出場し、この年を最後に選手を引退した。 1939年にイリノイ州で91歳で高い。ホワイトの活躍は長く歴史にうずもれていたが2008年にアメリカ野球殿堂のベテランズ委員会による殿堂入り投票の候補者の一人としてその名前が上がった。2ベテランズ委員会の選考によりアメリカ野球殿堂入りを果たした。ホワイトは新人深くいつも 聖書を持ち歩き教会が余いを欠かさなかった。また顔は、おもな長で、いつも物うげな表情を見せ、聖打ちのような口ひげを蓄えた風貌は、とてもプロの野球選手には見えなかったという、ベースボールライブラリーより、いつも、節度のある態度で振る舞い、タバコは吸わなかった。年俸や、遺跡の自由がなかった、当時の野球選手たちの権利を訴え、1880年代に、 ジョン・モンゴ・ゴメル・ウォードの呼びかけによる野球選手組合の設立にも積極的に関わっていた。当時の著名な選手たちの多くと同じチームでプレーし、またその長い現役生活と相まって多くの選手たちからも尊敬されていたという。またリーアレンの著書、ザ・ナショナル・リーグ・ストーリー、1961によれば、ホワイトは最後まで地球は平らだと信じていた一人だった、そうである。 順位は年度最終順位。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。